鉄板で焼かれているのは 170g もの赤牛のステーキ。小中一貫校の産山学園では子どもたちに食や健康について考える力を育んでもらおうと、赤牛のステーキが登場する夢の給食を全国学校給食週間に行っていて、今年で11回目です。この日は中学生にあたる7年生から9年生までの生徒35人が地元飲食店のシェフが焼いた赤牛ステーキを堪能しました。柔らかくて、まあ、肉汁が出て美味しいです。とてもジューシーで柔らかいです。普段は家でステーキとかなかなか食べないので、学校で年に一度いつも楽しみにしてて、こう給食のありがたさを感じます。村の教育委員会と連携しながら取り組んでおりますけども、生産者への思い、それから食べ物をいただくということに対する感謝の気持ちを持っていただきたい、それから合わせて産山村の魅力、良さに改めて気づくきっかけになればなというふうな願いを持っております。今週は1年生から6年生までの子どもたちに赤牛のサイコロステーキが提供されるということです。